津田京、治む9月から1907年は、津田一電流剣術家、日本陸軍軍人。階級は、陸軍中佐。栄転は、15位、訓4等校4級。陸軍の軍刀術、重剣術の創設に貢献した。1850年9月、久留米半半市、津田一電流剣術階層、津田一左門正幸の長男として生まれ、父から剣術を学ぶ。 廃藩後の1872年、22歳で、津田一伝流、二大師範役となり、同8年、陸軍兵学寮に入る。1877年西南戦争に従軍。1892年陸軍と山、学校教官体操課長となる。陸軍と山学校では津田が中心となり、それまで、フランス式であった、剣術教範を改正し、 日本の剣術や創術をもとに、片手軍当日、銃剣術を制定に参画した。その後、日清戦争に第一師団不評、第二連隊中隊長で従軍しまた日露戦争には、少佐で、交尾不評第四十八連隊大隊長として、従軍、後交尾不評、第二十連隊長に干せられ、両党に転戦して、武功を立てた。この間、それらの軍により、 中佐に進み、15位、君4等校4級を賜った。しかし、戦争中大陸で負傷し、1905年8月、退役。帰郷療養中、1908年3月13日に、ボッス、去年58、久留米市本町、無料寺に葬られる。1911年10月門人、旧遊によって、篠山神社境内に、津田一電流。 第二世碑が混流された。碑文は、内藤慎吾が戦した。津田一電流、第二世碑、久留米日市久留米日観光会 1937.3P58 津田一電流、第二世碑、2011年3月6日閲覧。ABCDE 津田一電流、第二世碑、久留米日市、P59 万1875年。ABCDEFG。 クルメ藩剣術五流儀、津田一伝流について、荒木秀幸、クルメ新愛女学院短期大学起用 151987P47 陸軍現役将校同窓等官実役定年名簿。明治27年7月1日朝56ページに、記載。陸軍現役将校列辞名簿。明治33年28ページに記載。 陸軍予備役工備役商行同蔵等官、副役定年名簿、明治35年7月1日調査162ページに記載、ありがとうございます。